シンガーソングライターコースの小川です。まあ昔から音楽したいなと思って、高校を卒業したら東京来ようと思ってたん でやっぱりなんか音楽といえば渋谷だなと思って、渋谷の専門学校ってあるのかなって調べたら、まあ TSM が見つかって、でオープンキャンパスみたいなのを参加したら、まあ、最初ボーカルの先生に会って、もう超歌うまくて、でなんかすごいなと思って、この人に教えてもらったら本当に歌うまくなるんじゃないかなと思って、そこでやっぱりここに来ようと思いました。ソングライティングですか、この教室でやってる授業なんですけど、その授業の先生がすごい作曲とか、まあ、ピアノもすごい上手くて、なんかためになるんで、が一番好きです。バンドで世界で活躍したいなと思ってるんで、自分の作った新しいなんか新ジャンルの音楽で、まあ、世界に発信していけたらいいなと思ってます。まあ、進路で悩んでる人も、まあ、なんだろうな、なんかやっぱ音楽ってそんなにいっぱいいる、まあ、夢いる人少ないんで、まあ、反対とかあるかもしれないですけど、まあ、まだ18歳とかだったら若いんで、やりたいことやったらいいと思います。